伊勢進むふざは、三重県伊勢市にある映画館。1927年に、宇治山田市に芝居小屋として開業し、5年間の可視館期間を経て2002年からは、単館系ミニシアターとして運営する。2017年現在、伊勢市内に存在する唯一の映画館である。2013年8月末にデジタルシネマの上映設備を導入した。 本館別館別館の塗装前家族経営の映画館で2つのスクリーンを有する。目標入館者数を月1500人としているが達成できない月もあり、収益はレックを名乗っていた頃の4分の1程度と厳しく、近隣のシネマコンプレックスと競合しながらも営業を続けている。経営者が映画ファンに見てもらいたいと思う映画を選んで上映する。 経営者は映画評論家のおすぎと親交があり、おすぎは毎年新不座を訪ねている。映画評論家や映画監督を招いたトークイベントを多く開いている。その他小学生の映写室見学受け入れや自閉症児の貸し切り上映などの実績もある。同館の経営者は映画館が残っているかどうかは街の文化力を表していると考えており、 各種イベントを開催している。アニメ映画監督の高畑伊佐は、宇治山田出身であり、支配人の水野正光は、三重映画フェスティバルの際に高畑と雑談したことがある。2013年時点では、金曜日が休館日だった。2018年9月には、休館日が木曜日から月曜日に変更された。また、19時以後の上映は水曜、金曜、 土曜の週3日のみとなった。新福座時代の1892年に、雪中売価カングイスを上演した須藤貞則、当時万25歳であった。新富座の前身は、1879年に会場した宮後町芝居であり、小倉落としとして7月5日に、関西大歌舞伎の俳優らが演舞を行った。1887年頃には、 北広地からの出資によって、古市町の長森座に対抗できるような芝居小屋として、新町に新福座が建設されるも、1891年10月1日に消失している。翌1892年11月13日に、再建、翌11月14日は小倉落とし無料開放、須藤貞則による、創始演劇、折中倍価格グイスを上演。 連日満員を記録した。しかし年1九百八年一月十七日夜半に林火の火災に巻き込まれて消失、同年十月五日にコケラ落としをして新明座に改称して再出発した。九百二十一年頃、理由不明ながら新富座に改称している。九百二十七年三月、新富座の名で芝居小屋として開館した。開館した場所は、 江戸時代から芝居小屋のある地であった。1945年7月29日の宇治山田、空襲により消失する。1946年12月に、進むふざになを改めて再開館。宇治山田市内では、同年11月に開館した、平和座と歌舞伎工業でしのぎを削った。1950年4月17日には、都市計画の都合で移転した。 1951年8月11日は、宇治山田市の劇場における最後の歌舞伎工業が、新富座で行われ、三代目、市川佐団寺の襲名披露や、番長皿屋敷、諏訪内、吉常千本桜、与花市城きな横串、奥にと三座などが上演された。1953年3月に映画館に転校し、進む不映画劇場に解消した。 長野県飯田市出身の堀康馬郎が帝国座支配人の娘、水野君と共同経営の形で開館した。その後、伊勢東映やレックに解消しながら映画館として続いてきた。以後は代々水野家が運営を行っている。ゴーストバスターズが大ヒットした1984年の時点では、伊勢レックアイと伊勢レックーの二貫体制で、共に平屋建てであり、 イセレックアイは木造で200人収容、イセレックツーは鉄筋作りで120人収容であった。他に、伊勢市内には、伊勢世界館とパール劇場の3館の映画館が営業していた。1995年になると、パール劇場はすでに姿を消し、伊勢市の映画館は、イセレックと世界館の2館となった。イセレック1.2ともに鉄筋作りとなり、 イセレック1は156人収容、イセレック2は80人収容に縮小した。1997年11月24日に都合により一時休館となった。再開までの期間、建物は有限会社世界館に貸し出されて、イセエクラン1.2として運用され、経営者は愛媛県で非常勤の学芸員となった。2002年7月、野豪を元の 進むふざに戻し、映画館を再開した。2006年には、別館も開いた。2010年1月23日、地元でロケーション撮影された映画、半分の月が昇る空の試写会が行われた。同年3月27日からは先行上映が始まった。2011年に発生した東日本大震災で、 岩手県の一ノ関シネプラザが被災した際には復興に協力した。2012年には日本放送協会の取材を受け、同年5月30日に同局の番組クローズアップ現代でフィルム映画の明かりを守りたいの台で取り上げられた。2012年末から長期休館が続き、三重県内外のファンから先行きが重視されたが、 2013年1月26日から進む風座第二幕として再開した。2013年8月末デジタル映画の上映設備を導入した。フィルム映画用の映写機は旧作上映のために2台残した。映画館の周辺は商店街になっている。最寄り駅は近鉄山田線宮町駅で同駅から徒歩約5分、近鉄 JR 伊勢市駅からは 徒歩約15分である。三重県道37号鳥羽松坂線の北側、三重県道60号伊勢松坂線の東側にある。駐車場は30台。ありがとうございます。